今回は文字式の利用について学習していきましょう。連続する3つの整数の和が3の倍数になることを証明しなさいという問題です。まず問題文の数字を今回は N を使って文字式で表しましょう。次に文字式を使って問題文の通りに計算式を立てましょう。そして計算をして問題文の形に沿うように変形しましょう。今回は3の倍数なので 3× 整数、つまり 3N と変形できます。最後に結論を書いてこの問題はおしまいです。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしましょう。答えはこのようになります。正解できましたか？最後に今回の学習のおさらいです。1. 数字を文字式で表す。 2. 文字式を使って計算する。 3. 問題文の形に変形する。 4. 結論を書く。